皆さんこんにちは、203です。今日はターマック SL7 の、近況を紹介したいと思います。まずはサドルが変わりました。サドルがですね、 SWORKS のローミンエボのミラーになってます。値段が、5万5000円と結構高いんですけども、一遍乗ってしまうとこの乗り心地の良さっていうのは、他に変えがたいものがあるんで、一回乗っちゃうと、元には戻れないかもしれません。高いんですけどもおすすめのサドルになります。でホイールなんですけども、追加で購入したホイールを今ちょっとつけてみてます。アリエクスプレスで買ったスーパーチームっていうホイールですね。スーパーチームって結構アマゾンとかで見たりするんですけども、格安で売ってるホイールですね。中華製だと思うんですけども、こちらアリエクで6万円ちょっとですね。6万円ちょっとで購入しました。カーボンホイールとしてはもうめちゃくちゃ安いんですけども、梱包もしっかりしてましたし、開けてみて思ったのは結構その質感が高かったですね。で、この、リム形状なんですけども、ZIP の NSW というよりは、プリンストンカーボンワークス、イネオスがツール・ド・フランスとかで使ってたプリンストンカーボンワークスの、リムの形にそっくりですね。これが、実際の、空力的にどうかっていうのはちょっと体感はできなかったんですけども、格好っていうか見た目は、かっこいいですよね。で、ロゴのところが、レインボーになってて、これもかっこよかったです。で、UCI の認証のステッカーもついてます。とにかく、カーボン面、リムのカーボン面はすごく綺麗ですね。で、作りが結構しっかりしてるなと思いました。重量の方が 1600g ぐらいですね。50mm ハイトっていうことで言うと、そんなに重くはないですね。軽くもないんですけども、かなと思います。で、乗った感想なんですけども、まだちょっとしか乗ってないんで、本当にファーストインプレッションという形になるんですけども、もちろんその、いつも乗ってるラピーデ CLX と比べたら、ラピーデの方が全然いいっていうか、乗った時のその速さ的な感じとか、その、乗ってこう思わずニヤニヤしちゃうみたいな、そういう感触の良さみたいなのは特になくて、割合普通ですね。普通のカーボンホイールっていう形です。ただ、20万円前後の、有名なホイールメーカーとかの、中堅からハイエンドに近い感じのカーボンホイールと比べると多分体感で差がわからないぐらいじゃないかなと思います。値段差が3倍から4倍ってことを考えると、そのちょっとの差っていうのはもう本当吹き飛んじゃうぐらいの差だと思います。で、乗り味自体はどうかっていうと、どっちかというと安定志向ですね。その、キビキビ感はないですね。重さも多少あるし、ラチェットも、爪が3つのものだと思うんですけども、あんまりその、なんていうんですかね、スターラチェットみたいに、かかりがいいっていうのとはちょっと違うんで、もちろん値段が安いんでそんなにそこにお金かけられないとは思うんですけども、普通に走る分には全然問題ないですね。で、ラチェット音の方もその、爪が多くないんで、音数は多くないし、音の大きさも最近のその爆音みたいな音ではないですね。普通ぐらいの大きさで普通の感じのラチェット音になってます。で、乗り味の方に戻ると、かかりがいいってわけじゃないんで、アタックとかすごいする人なんかには向かないかもしれないですけど、普通に乗る分には、普通に巡航して乗る分には全然問題ないですね。なんですか、普通の、本当に普通の他の20万ぐらいするカーボンホイールとかと比べて、多分体感でそんなに違いを感じることってできないかなと思います。どっちかっていうと20万ぐらいのホイールと、ラピーデ CLX とかの違いの方、差の方が体感では大きく感じると思います。本当に今現状でホイールは本当ラピーデ CLX とかが、すごいよく感じて、それ、本当ラピーデ CLX かそれ以外かみたいな感じで、他のと本当乗り比べても
体感差かなり感じると思います。その体感差と比べたら、まあ、20万ぐらいの、ホイールとこのスーパーチームのホイールの体感差っていうのは、そこまで大きくは感じられないと思います。まあ、値段を考えると本当かなりお買い得じゃないかなと思います。まあ、形もかっこいいしで、まあ、クオリティも結構高くてで乗って安定感もあるし、まあ、重さもそんな重いって感じでもないんで、まあ、値段考えると本当にコスパ高いと思います。